はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。というわけでね、あの後、なんだっけ、この粘土掘って、ちょっと木を切って帰ってきました。で、まあ、ゾンビさん、変なゾンビに出会ったりもしたけどね。で、そう、その後に、とりあえず再起動してきました。ちょっと、あまりにも重すぎたんで、安全な場所で再起動しようと思って、こっちまで帰ってきました。今のところ軽いね。ああ、そうでもない。もうカクってなった。ああ、ガクついてる気がするな。まあいいや。原発のあれを壊すまでちょっと辛抱だ。あの車を壊すまで。んで、鉄パイプ取って、これと、これでベロを作ろう。どっちだったか覚えてないから。とりあえず3つ作ればいいよね。何が足りない。皮が足りない。これをあれにするしかないな、今レーザーに。レーザーだよね。ベロー。そうだね。何個足りない ?40 個ないといけないから足りるね。OK だね。これワークベンチでやろうか、長いし。レシピ。ワークベンチでやって、ベロも1個作って、でフォージ鉄パイプだけだね。パイプも作れるから大丈夫。多分3本ぐらい必要でしょう。ビッグフォージ、そうだね。石と粘土は持った。粘土5000で足りるかな。ワンスタックぐらい集める予定だったのに、そこまで行けなかった。フォージ、ビッグフォージ。ベロはまだ足りない。ビッグ、よし、いいね。でそれをまあこっちら辺に設置するか、前みたいな感じで。怖いからまた木入れとく、ここ。ウッと。落ち着くように。木の柱を。どこだ?これかな?10個ぐらいでいい ?1、2、3、4。死にが8ぐらいあればいいかな。まあいいや。お、フォージ来た。で、まあ、こっちに。ここでいっか。こっちと。ここ違う気がするな。1本でよくね。1本でいいやね。で、ポット。ポテトプラント、草がないね。草。5個ぐらい。で、フォージ。と、ビッグフォージ。まあ、ビッグフォージの位置はこっち。この前の位置でいいよね。角でいっかも。でよくね。でこっちで。で粘土を溶かしまして、鉄も溶かさないといけないんだけれども。よいしょ。粘土入れといて。鉄。これだね。これや。よいしょ。お腹すいた。
いしょ。違う。ピッケルや。待って、4番にこれが入ってないのは危険すぎるな。ちゃんとね、設置してからやらないと。まあ、痛い目にやったからね。そのまま溶かして消滅するという。溶けんねよって思ったけどね。溶けるんだったら溶けるなよ。溶けるであった。増えないんだったら溶けるなよって。プラントできた。こっちとこっちとそこら中に設置しとこう。よし、オッケー、これぐらいでいいだろう。250いいんじゃない。よし、で鉄を量産しますと言いたいところだけど、アンビルが必要だな。アンビルって持ってきてたっけ、俺ないかな。アンビルからだね、これは。ゾンビが来てる気がするわ。やだー、ゾンビ来んなー。鉄200まだ。先ゾンビからやっつけるか。一回ハッチを準備しとこう。やっぱり来てんな。この向きやだな。これで行こう。違う。これで行こう。違うんだ。2マス開けないといけないから、こっちからスタートしないと意味ないんだよ。ちょっと設置させて。よいしょ。何、喉乾いてるって。なんでインベントリービール入れとこうよ。こっちお、この方向いいな。安定してる気がする。よいしょ。これ危険だね。除去っとこうか。こんな音したらゾンビ走ってきちゃおう。何マスぐらい貼ればいいかな。おっと、ゾンビがいるぞ。なんだこれ、スワットやん。お願い、持ってない。いいの持ってるかと期待したのに。この外周って何マスあんの。1234。あ、いいね。そしたらここにも一列後で入れとこうか。第2ラインということで。おおおお、登ったね、あなた。今登ったね。あ、これホワイトじゃない。来たー、ホワイトフラネルシャツ。これはキープ、これはキープ。セキュアチェストを作って、これはキープ。
これはなんだっけ。そう、これ作るのに必要だからビーキーピング。こちらにちょっと隠しとこ、壊す。あのチェストに入ってたら俺壊しちゃいそうだから。いくらっても足りなくね？ハッチ。これは嫌な予感。だいぶあったはずなのに。あっさりなくなっちゃったんだけど。200ぐらいなかったっけ？あ、燃やした？燃やしたかな、俺。燃料として結構突っ込んでたかも。そうだね。その可能性でかいね。それ、持てないって。あ、合う。よしよし。オッケー。あれ？木の種落ちてるね、これ地面に。むしろ種もらえてないね。それならいいんだ。この木いいんじゃない。ハチ作ろうか。200ぐらい。この種はワシャーって生えるやつなんだよ。松ぼっくりみたいなやつが多分シンプルな木だから重くなりにくいと思う。勝手に思っている木。この木が重くなりそうな木。やってみないと分かんない。大丈夫かな。声するの気のせいなのか。とりあえず、あ、これオーバーしすぎじゃね。あ、これクロスボウが何か抜けてると思ったらクロスボウだ。当たってるかな。当たった。やっつけた？やっつけてない。いや、あのゾンビ放置しとこう。なんで設置しやすさから考えると、設置した瞬間に押せばいいか。こっち、あ、でもこれさ、向き逆がいいよね。でも検証した感じ、軽くテストした感じ、どこ向きでも一緒っていう結果になったんだよね、俺の中で。もっともっといろいろ時間かけて試してみないと分かんないけど。本当に5分10分ぐらいしか試してないと思うから、そんなにテストなのも。あ、これ違うね、やっぱり。あ、1に合ってるか。よいしょ。あー、待って、よいしょ。今度のヘラルホード乗り越えてくれるかな。こっちは2マスしかないんだ。へえ。壁に、
壁のそばまでの距離が。それ厳しいな。それやだな。石も拾っとかないと殴る対象になったらやだもんね。当たった？当たったけどヘッドじゃなさそうだな。ダメな。これ長くね。まあそこそこの規模あるか。原発。そうだよね。やっちゃった。結構でかいな。向こうがやるかも。これぐらいでいいでしょ、こっちは。とりあえずは。終える。よし。スカート持ちすぎだろ、お前。スクラップでいいな。え、じゃあさ、冬が来るってことは夏も来るのかな？多分来るよね。まあ、冬えげつなかったけど。夏こそエアコンが必要だよね。よいしょ。壊しちゃうか。ここに至ってはもうそういう石ですか。壊さないとこれはさすがに。おうおうおう、あ、サンタさんとかいたりしね。びっくりした、びっくりした。あ、いるいるいるけど、ちょっと待って。でけんだよおめえ。サンタさんいるやん。何これ、赤目のミュータント。祖父こいつ、原発原子力汚染されてるっぽい。見て、もう抗生物質くれたわこいつは。なぜプロトリウム持ってるか知らないけど、やば、意外とやべえ。あいつに殴られたら俺放射能汚染食らってたかもしんないね、この感じだと。危険だわ。あいつは気をつけないと。あのちょっと大きいやつ。とりあえず後から整理はしよう。なんでハッチが20に分かれてんの。あ、そっちにいっぱい行ってたんだ。サンタさんいた。これはワンチャンサンタを守れるぞ。こんな近くにサンタさんがいるなんて。ふと思ったんだよ。サンタさん、そういえば雪山だよなって。こうワンチャンサンタ守れるぞ、俺。サンタを誘導できれば、守れるぞ。サンタでも誘導ってできないよね。どうにかしてこっちに、むしろあっち側に行かせないようにしないと。こっち側に誘導できれば。でもサンタさんがハマってさ、そこにさ、雑魚ゾンビが行きまくったらアウトだよな。どうするか。とりあえず引っ掛けるためのラインを先作っとくか。サンタさんから剥がせばいいんだもんね、ゾンビ。俺が。で、そいつらをどうにか処理すればいいんでしょう。あれ、サンタさんどこ行った？あれ？あ、山の向こう上がってっちゃったんだ。じゃ、サンタさんが近づいてくる機会を
待つか。ちょっと風邪ひいちゃった。マジか、ここのサンタさんはワンチャンいけるな。これぐらいだったらいける気がする。この場所だったら。待って、アンビルさすがに作れるだろう。このサンタならいけるわ。貴重品向こう持っとこう。お、俺スキャナーもある。俺スキャナーもあるけど、いらないよね。アミルできた。12秒だって。風邪は治ったね。どうしよう。あ、これ絶対必要じゃん。先作っとくか、これの必要なやつ。メカニカルパーツ、アイアン、紙。足りないよね。紙とか俺持ってねえよ、多分。メカニカル。エレクトリカルパーツだし、メカニカルじゃなくて。これもこっち入れとこう。忘れ去りそうだけど、俺が。で、グリルとポット。寒いっつってる。じゃ、試しにこっちハッチで閉じてみようよ。気温が上がるのかどうか。部屋の温度10度じゃん。向き多分関係ないけど。これでいっか。さあ上がってっかな。また風気味や。草ないの。ベッド4つぐらい。屋上菜園作ろっか。あの時ってネズミ湧いてましたっけ。覚えてないな。屋上菜園作ろっか。ラダベッド、まあ、2個ぐらいでいいでしょう。こっちとこっちぐらい。ちょっと持ってでもいいもんね。よいしょ。サンタさんどうしよっかな。よいしょ。フレーム。40ぐらい。お、サンタさんあっちにいるね。また3番に変なのが入ってる。あのサンタさんをどうにかしていい感じに安全に保護しないと。どうしようかな。完全に安全に保護できるかな。ちゃんとサンタさん、よいしょ。あ、いなくなっちゃったサンタさん。また奥行ったな。これバイクのマークじゃね。バイクのマークだサンタさん。どうにかしてサンタさんが上にいる間に下にライン組んどくか。で、その間にちょっといい感じに連れてくるか。連れてくるっていうか追い込みというか。ちょっと難しいかな。しかし難しいかもね。ポイントじゃない、グリルミート、まあ、半分の25ぐらいでいいかな。寒いと体力じゃなくて
あれだからお腹すくの早いからね。余ってるわ。くさ。よし。もう全部使っちゃった。持っとこうかな。よし、サンタさんに会いに行こう。どう？いいチャンス、いいチャンス。ちょっと待って、ちょっと待って、サンタ。サンタ待て。お前戦ってる相手は。いいね、いいね。いいね、いいよ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 。なるほど、ゾンビを使ってサンタを呼ぶという手があるか。それは思いつかなかったわ。めっちゃ優秀じゃんそれ。待て待て、お前はいとけ。じゃあサンタ、あの死体ばっかりぐるぐる回ってるな。うわっつって。やばいやばい、サンタが近づいてきてる。理想の場所にはいるんだけど、サンタ。サンタ理想の場所にはいるんだけども、あー帰ってっちゃう、帰ってっちゃう、帰ってっちゃう、帰ってっちゃう。帰ってっちゃうけど、サンタさんを誘導する方法は分かったね。これでゾンビをうまく使えば誘導できるな。ただめっちゃ難しいやん。どうするどうするどうする。一回こっちにライン作るか。ピラミッド、なんだあれは、ランプ。こっちで2段ぐらいの返しの作って、ゾンビとサンタを引き寄せて内側に入れて囲って、どうにかする。どうにもできない気がすんな。難しくね、サンタ誘導って。いや、さっきのチャンス逃したのは痛いのか。めっちゃめっちゃもったいなかった気がすんな。理想の位置にサンタがいるから、どうにか誘導して勝とう。サンタさん守りきろう。こっちカバー入れといて、サンタさん体力大丈夫かな。さっき貞子に殴られてなかったよね。貞子倒してなかったんで、ぐるぐるしてた時は。よし、とりあえずこっちには、ライン引いて、この中に一回サンタを入れてしまえば勝ちだからね。そういうことだよね。もうちょっと伸ばしとくか。エネミーインカミングとか言ったらもうすぐにバイクに乗って逃げよう。サンタが危険にさらされるから。うーふーみたいな、なんかそういう感じだったよね。無線連絡みたいな感じで
サンタどこ行った？山の向こうだな。今チャンス。サンタさん意外と足速いよね。サンタさんの声が聞こえる。フェラルフォードにしろどっちにしろ何かある。石があった。サンタさん待って、サンタさん待って、まだだよ、まだ敵来ちゃダメだよ。ゴブリンがおもちゃを奪いにやってくるんだね。なんでそっち、スモールストーンがあるって。こっちダメだな、整地しないと。よし。OK。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりにしましょうか。で、次回は、ちょっと、サンタさんに対する準備を深めて、行きましょう。近いうちサンタさんの再戦できそうです、これは。まさかここにいるとは思わなかった。しかもこんなすぐそばに。遠くまで行かなきゃいいけど。僕に行く前にちょっと確保しちゃおう、サンタを。できればあっち、サンタが奥行ってる間にこっち一回囲ってさ、こっち側に持ってきたいよね。これ L の字に囲って、それの中に入れてしまえばどうにかなるかな。で、一番やばいパターンがサンタさんと脇が同じ囲いの中に発生することなんだよね。ラッキー。それが起きたらもうサンタさん死ぬわ。間違いなく死ぬわ。その時は。よし。というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。静止化でした。あ、原発重くないけど、重たくなってももう壊せるんだ。俺薬手に入ったから。それも先やるのもありだな。このさっきの放射能ゾンビ。赤目のなんとかからゲットしたから。ちょっと汚染されたところで大丈夫だもんね。まあ、それも含めてどうするか考えよう。だけどご視聴ありがとうございました。セシカでした。